一つ目言っていいじゃん。はい。あの、わためとみこってあんま対マン意外とやってないなということで、あの、ね、コラボするとしたら何やりたいかなーって何やりたいのかなーってみゆこ、一個ね、うん、やりたいことある。え、何？自信もある。自信もある、言ってみなよ。五目並べしちゃう。またかよ五目並べ。え、待って、でもさ、え、うん、前回は負けてるか、みゆこが。そうだと思う。あれ、どうだっけ。そうだよね、だって勝った思いそんなにないかな。でもちなみにみこ上手くなってるからね。え、そうなの。はい、勝てたことあんの。うるせえよあるんですけどコラボするとしたら何やって。みこたちってさ、意外と対マンコラボしてないじゃないですか。え、対マンコラボむしろしたことあったっけ。え、一回ぐらいじゃん、さすがに。さすがに一回はあるか。え、な、ないの。え、ないかも。え、何？五目並べは、五目並べ。お前らみんな五目並べ、五目。ミコに勝てるからか。ミコに。あの、ちなみにミコ、あの、カナタンが五目並べうまいことも知ってるし、あれだよ。ミコはあれながらね、五目並べちょっとうまくなってるけど、でもカナタンめっちゃうまいでしょ、あんたん。いや、ちょっとね、ミコ先輩いずれ倒そうと思ってさ、めっちゃ裏でね、CPU やばいとね、打ってるんですよ。あの、倒そうってミコだ、どのぐらい強敵に見えてたわけ。いやいやいや、あの、ミコ先輩実は強いんかなって思ったけど、チラッとね、あのアーカイブ見たら、うん、もうベコベコに弱くてってなってた。あ、やべえ、殴りたくなってきちゃった。あ、そうね、あれでは、あの、カナタンがこの前に配信じゃないよ、今吸わせたでしょ。うん、やってた。で、五目並べの話あったじゃない。あったよ。この間さ、ラミーさん初めて、人生で初めてさ、え、あの、カナタンと五目並べやったんよ。うん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 。そしたらね、あの、カナタンがミコ先輩には勝てるって言ったよ。うん。え、でもあいつ強いからさ、勝てるよ、そりゃ。違う違う、あ、あんたミコ先輩に勝てるよって言ってたよ。え、あ、ラミーさん下手なのじゃん。いや、違うだろう。ミコ先輩が下手なんだろう。おい。え、でも勝てるよっていうことはさ、だってよ、だからなかなかさ、弱い人にしか言わないじゃん。だってミコ、違う違う、ミコと比較するってことはさ、違う、人生で初めて五目並べをやったラミーがミコ先輩に勝てるっていうことは、ミコ先輩がそういうレベルってことよ。え、でもラミちゃんパニックになってさ、え、どうすればいいかわかんないってなりそうだから。勝てそう、ミコ。確かに。おい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 、ラミーのこと舐めすぎですよ、それ。ミコとコラボするなら何がしたいっていう。何したい。え、でも、うん、ミコちゃん、うん、なんでもゲーム弱い。あのね、五目並べ弱い。ミコね、アクタンとさ、うん、コラボしようと思ってたじゃん。うん。でもちょっと別のやつにしようってなったじゃん。で、それであの、なくなったじゃん。うん。あれってさ、ずっと聞きたかったんだけど、ミコがもしかして弱いかな。なんか、ミコがね、ならないかなって思う。でもさ、勝てるゲーム考えよ。考えたい。え、逆にさ、アクタン下手なゲームねえの。え、うん、音ゲーとか。いやいや、ミコも無理だ。ミコちゃんにさ、多分算数ですらも私勝てるよ。うるせえ。アクタン算数できちゃうの。できないけど、ミコちゃんの方がやばい。まあ、確かに。運ゲーで勝負するの。確かに、いい勝負するかもしれない。運ゲーならさ、アクターも練習しなくていいじゃん。うん。じゃん。いいね、運ゲーやろう。運ゲー。ギャンブル。ギャンブル？ギャンブルやろうよ、アクター。ギャンブル。最後にあの、ウェーイって言って、あの、立ち去ってもらっていいですか、じゃん。みこち、ウェーイ。
またねー。うえうえかわいいな、なんかかわいいなけど、うえうん、これ陰キャだわ。これこれ陰キャです。ありがとうクターンえ、ミコとアクト喋れるじゃん、二人で。え、ミコとアクト普通に喋れたんだけど、え、どうなるのかなって思ってたんだけど喋れました。え、これ、アクミコいけるぞ。許さないよ、アクミコ。